このコレクトの羊毛。入れるね。ああ窓ガラス割られてる。もうよくないなこういうことするの。すごい釣る。あれでもなんか足跡がある。誰か来てますね。人か熊か。人か熊か。人か熊か。あれ降りてきた。さっきの王です。もしかしたらこっち来ようとしたんですかね。わかんない。会社関係などいいんだけど、こっち来ようとしたらダメで、ね。さっきの影響で膝がガクガクするとか潜る潜る。
なんかもののけ姫に出てきた、もうイノシシかぶった人間みたいになってる。この人形名前付けますと。じゃあこっちがふーちゃんで、でこっちの下がりっちゃんで、うん、遠慮もないな。ママに殺されそう。ん？結婚式の写真の。誰の結婚式やね。とか残留物そのままだけど、すっごい荒されてんな。入り口狭っ。若の花？若の花ですかね。絹川のやつは本人、うん、そっちか。なし。あ、違う。この下に落ちてる紙とか怪しいですよね。あれ。うわ、やばい。そこら中にみんな死んでる？てるっぽいのが感謝状、カメムシ殿。お、やべえもん見っけた。あ、平成18年度売上表、7月203万、8月160万、9月330万、1月172万、2月以降全部ゼロ。これ収入があっても支出とかを差し引いたらマイナスですよね、多分。いや、だってすぐ分かりました、ね、いや、なんかこの前の顔つきでこれ分かります。ああ、なるほど。はい、金ピカだしね、入ってなくてに。ああ、どこどこ、はい。てか、うんこすっごっ、すっごい。これは全部うんこ。でもこれあるじゃないの、クマ。うんこだろうが、カマールって言いますね、皆さん。まだ下があるし、あ、この下にこれ風呂っぽいな。どこで、わっか。向こうもこっち来ますね。はい、向こうも来ましたね。同じ人ですよね。あー、懐かしい。ここも3回目。いや、ククルの絵の場所、あ、分かるでしょう。いや、分かんないです。その時はまだ知らなかったんで、あの人のこと。どこにあるんですか？スマホ持っていたんです。
うわ、大量のうんこがある。この間、ゾゾゾが来てた。ん？ゾゾゾ。ああ、そうなんですね。こっちの部屋で一人で、はい。しばらく行って、足音がしばらく。へぇ。いや、荒れてるなぁ。もはや何の生き物かわからないぞ、これじゃ。風林火山デスノグループが来た。はい、2回行きます。はい、うん、地下もあるんですね。地下は露天風呂か。今の話し声は外？またナンパするか。こんばんは。とりあえず挨拶したお約束2階の何号室、うん、だからめっちゃカビてる部屋20、はい、ここ3階、1階散策してる時に上から足音がしたって。この部屋の真上に行ったら20何号室だったか忘れますけど、うん、ドア閉まってて開けたらめっちゃカビだらけ、うん、その2つだけ。じゃあ階段降ります？とりあえず3階見ておきますと書いて、その足跡を折れたったりして。うわすげえ布団。宴会場かな。相方明るいですな。俺のハイビームより明るい。臭いですな。あれ、行きの間にか。
お、別の階段。宴会場とか客室とか。ああ、じゃあ行きましょう。じゃあこっち行きますか。どうぞ。やばいな。いや、俺うんこどもや。うわ、やば。うんこ。なにこのうんこ。クマ。2つです。ん？ここ？めっちゃ軽いです。うわ、すごい。うわ、なんだ、うえ、やばい、すごいっしょ。はい、びっくりした。うえ、2つだけ異常なんですよ。はい、息止まってた。全然違うでしょ。死ぬかと思ったで。またさっきのうんこ、すごいな。猿か熊か。まあ一応お手洗いの前ではあるが、ここもうんこか、そこもうんこか。地下っていうか、あそこ1階ですね、地下。ああ、そうですよね。3階建てなんです。はい。今、マジか、この写真撮ってやばかった。露天風呂。こっちはただの非常口かな。床一面なんだこれ、土？うんこ？変な部屋があった気がする。こっち行きます？そうですね。さっきのパトカーは戻ってこないよな。非常出口。なんでここ初心者マーク？部屋にはうんこです。あれだけ空いてる洞窟が。ですね。わかんないですね。そもそもここ人が9人もいますからね。近くで開こうとしました。お、俺かな。
それとも？でこういう感じの量が、うん、開けた時にキーっていうことが、うん。っていうか露天風呂がない。こっち？まだ下。今度こそ地下室か？変な作りになってるな。熊だ。抜けますよ。抜けてるっす。じゃあちょっと翔さん呼んで。大丈夫ですか？ここは大丈夫です。乗り越えよ。いやちょっと俺やめておきます。ちょっと体重も重いし、ちょっと体力も下がってるんで。なんか板が置かれてる。うわこれ落ちたら大変だ。橋崩れないよな。なんで深夜の廃墟ね、こんなに人が密集してんだ。こんばんは。うわ、上に全裸の女が。全裸でもないけど、半裸の女。持って帰るか。え、こっち出口じゃね？え、行き止まり？え、こっち出口ですよ。なんだこれ。なんだこれ。入ってる。自転車高そうだね。悪くて。そっちが入り口っすよ。持って帰るか。使えそう。てか使ってんじゃねえ、むしろ。結構いいのもあるな、ここ。うわ、狭いな。お、お金あんじゃねえ。持って帰ろうぜ。くぎれてねえかな、この木。マジで触ったよ。ほら、反応してんだけど。入れ替えたの。申し訳ない。ああ、チンコかと思ったら天狗か。触るから。申し訳ない。本当申し訳ない。触るわけじゃない。みんなに知られたのか。すげえスピードが入ってる。
なんかエロいやつかな。なんだこれ。なんかどれもこれもなんかあの性器のようにしか見えないんだけど、男性器と女性器にしか俺には見えないんだけど、え違う、えなんか俺変なこと言った。いや、あの俺本気で言ったんだけど、あのボケとかじゃなくて。電気つかねえかな。ダメか。ほらやっぱり正規って書いてある。パプアニューギニアライボ正規の神業診療。ほらやっぱこんな巨根じゃん、こんな立派なのつけて。ほら言ったじゃん。いやだいたい批評官っていうのはこれエロいもん。ほらこれも男性器だよ。これもやっぱ全国のちょっとエロいもの集めました的なね。おお崩れた。邪悪なこと言わないでよ、頑張ってないから。ダメダメです。そんな目で見なくてもいいのに。この狭い建物に9人も殺到して。殺到した。あ、乳首だ。乳首。ほら。え、そこ。乳首女の人形。裏に。おおとか言って。一番興奮してる。立派なものだ。ね、でかいね。でかいっすね。ちょっと F カップぐらいな。うわー、まあ、ここまで来て貧乳だったらがっかりだもんね。いやー、どうしても。できれば大きいのかな。敵が溶けたらもう一回行く。